はい、皆さん明けましておめでとうございます。アトランタのタカです。今年23年もどうぞよろしくお願いします。まあそういうわけで、お正月なんですが、今日は遅く起きまして、何時だろうな、1時過ぎでしたかね。やっぱり日曜日なんで店に行ってきましたね。ちょっとまあ10日ぶりにカーペットの掃除しないともう汚かったんで、まあしたんですけど、まあそこでやっぱり掃除一つやるとね、いろんなことに気がつくわけですよ。で今日何に気づいたかっていうと、テーブル番号11番ってあるんですけども、入って左のブースのとこなんですけどね、その下にあれは多分コスコかな、こういうちっちゃい水の空きボトルが落ちてましてね。でどうしてそういうものがそこに落ちてるかっていうことは、やっぱり昨日の夜従業員が掃除機かけたのにピックしてないわけですよ。だからそういうとこを見逃してるわけですよね。で私は絶対それを見逃さないんですよ。で私はまあそれをゴミ箱に捨てたんですけど、結局それがお金なんですよね。でそれがお金っていうのは何かっていうと、あの人たちはっていうのは、まあうちの従業員ですけども、あの人たちはだから目に見えるお金しか見ないわけですよ。で本当にもう恥ずかしい話、今日これじゃあチップいくら稼ぎました、このお客さんがいくらお金くれましたとかね、そういうところしか見ないわけですよ。だけど目に見えないお金ってあるんですよね。でそれは何かっていうと、やっぱり将来そのお金になるものが目に見えないお金なんですよ。で例えば今日そのボトルを拾って私はまあゴミ箱に捨てたんですけど、じゃあどうしてそれがお金かっていうと、そのゴミをピックして捨てたことによって店がきれいになるわけですよ。だからそれによっていいイメージになる、だからお金が増えるわけです。これじゃあみんなが無視したらどうなるかっていうとね、いつかお客さんにそれ気づかれるんですよ。あれ、あの下にずっとボトルの空き瓶があるよね、これどうするんだろうっていう感じでね、でそういう店はだんだんみんながその噂を広めていって、汚い店だねっていうふうになるわけです。ですからお金がどんどん落ちていくわけですよ。だ私はいつも言うんですけども、そのお客さん目線で見なさいと。例えば立ってこう物を見るのと、それからお客さんのようにこう座って物を見るのと全然違うわけですよ。で私はよく前もこれで言ったことないんですけども、例えばその店に行ってね、座ると、例えばちょっとこのよくレストランでこういうテーブルの端っこにありますよね、醤油とか、胡椒とか、まあいろいろ置いてますよね、塩とかね。で壁があって、まあそこに何でしょう、例えば醤油のシミがついてるとかね。でテーブルふっと見てもシミがついてて綺麗に拭かれてない。でメニューが今度来ました、じゃあメニューに何かマサゴがついてるとかね、やっぱりそういうとこ見るわけです。で今度レストランでこう食べ物が来る前にこうじーっと見るとやっぱり天井見るわけですよ。で天井見るとどうしてもそのエアコンの通気口が気になるんですよね。でああこの店ちゃんとやってるな、掃除、この店いつ見てもこの換気口汚いなとかね、やっぱりそれがお客さん目線であり、そしてまあそれが経営者目線、私はその目が見えるわけですよ。だから目が見えるから自分の店はそういうふうにしたくないから自分できれいにする、だから店がきれいに回るっていうのがありますよねまあ大変なことですよ、メンテするのはね。だけどオーナーがそこをやんなかったらどうしようもないですよ。で従業員はね、所詮従業員なんですよ。やれって言われたことしかやんないですから、自分から気づいて、じゃあこれここ汚いからこうしようとかいう従業員はまあなかなか少ないと思ってください。ですからやっぱりそれは最後の知る引きはやっぱりオーナーのね仕事だと私は思います。でだんだんね、まあ私もまあ60超えてね、動くのがめんどくさくなるわけですよ。だけどやっぱりそこを妥協するとそれで終わりなんで、今年もやっぱりそれを一生懸命細かいところを
あの本当にあの重箱の隅をつつきながら今年もそれをやっていくしかない。でそれが結局最終的にお客さんに満足なお食事をしてきれいな環境で帰っていただくという、まあ顧客満足度につながるわけです。ですから今年もそれをひたすらやるしかないなと、まあそう思ってます。はい、あの店のオーナーなんてね、格好つけるもんじゃないですよ。本当に今下働きです。で下働きしなくなったらもうそれでオーナーさん終わりです。はい、別に従業員100人とか1000人の店じゃないわけですよ。うちなんかでもせいぜい12、3人しかいないんでね、それはもうその分ね、皆さんの10倍ぐらいの給料を取ってるわけですから、それはもうオーナーがやるのが当たり前のことです。はい、今年も皆さん頑張りましょう。よろしくお願いします。